皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日は起業3年したら自己ブランディング、女性がブランディングと集客を獲得する電子書籍活用法ということについてお話をしてみたいと思います。実はですね、私は、教室集客コンサルタントとして、事業の方をシフトしていく、そのさらに3年ぐらい前にですね、実はパン教室の主催をしながら電子書籍のセミナー講師コンサルタントも同時にやっていました。なんでパン教室の先生が電子書籍のコンサルタントっていうふうに思うかもしれないんですけれども、実はですね、私パン教室をやっている時にレシピ本を出したくてですね、生徒さんから先生のレシピ本が欲しいとか言われまして、当時はその商業出版とかっていうのを あまりこうよく理解しなかった。そもそも本って出せるのかみたいな形で思っていて、でたまたま知り合いになった商業出版の方をプロデュースするプロデューサーの方とお話しした時に、生徒さんがレシピ本を出してほしいって言っているので、私出してみたいんですけど、どういう手順でレシピ本で出せるんでしょうかっていう話をしたら、いろいろこう難しい案件、オールカラーっていう部分と、そもそも出版社って売れる見込みがない本は出さないっていう話を聞いて、確かにレシピ本って難しいなって思ったんですよね。有名なブロガーさんがレシピ本出してたりとかっていうのはあるんですけど、通常の先生っていうのはなかなか商業出版でレシピ本っていうのは超有名な先生じゃない限りは採算が取れないので、出版社がですね、出版自体が難しい。自費出版は問題ないですけどね、自分でお金出すからっていうことを聞いて、そっか、出せないのか、高橋さんならビジネス書の方の商業出版が向いてるよってその時言われたんで、その企画を温めて3年後ですね、商業出版をビジネス書の方で果たしているわけなんですけれども、その時にレシピ本は商業出版で難しいって言われても、私結構諦めないタイプなので、当時アマゾンの、Kindle という電子書籍を読むっていう、そういう習慣はアメリカの方ではあったんですけど、日本ではまだなかったんですね。で、日本に上陸したのが2012年の10月ということで、とある、ところで、企画でですね、電子書籍を製本する技術を教えてくれるっていう電子書籍マスタースクールというものがありまして、そちらの方の入会案内をすぐ見て、私はすぐ電子書籍を出版することに決めました。で、2013年の3月に電子書籍を出したっていう形で、要はレシピ本を出す方法を、商業出版から取り急ぎ、その時まだ新しくて日本に上陸していなかった、電子書籍 Kindle っていうもので出すっていうことを、決意して、そちらでサクッと出してしまったんですね。で、当時は私レシピ本、当然競合他社という形で調べてから自分の本を作るわけなんですけど、その時に動画と連携しているレシピ本がなかったんですよ。なので動画で、作り方とかを連携した初めてのレシピ本ということで、結構売れました。レシピ本が。なので売るための方法とか、どういう仕掛けが必要かとか、どういう商立てが必要で、どういうプロモーションが必要かっていうのも全部学んでやったわけなんですけどね。で、それがきっかけで本を出すっていうのはいいなっていうふうに思ったので、先生とかのブランディングとかには、商業出版はまだ難しいにしても、電子書籍の方であればまだハードルが低いかなっていうふうに思ったので、それをご案内したくて、さらにライセンスを取ってですね、電子書籍を教えていいというライセンスをその、スクールから取りました。当時も今もそうですけど、私自分で調べててもいないと思っているんですが、電子書籍の製本を教える、あと電子書籍を活用したビジネスに活用したコンサルティングもやれることができる女性は日本でただ一人、私だけだと思います。これを見てて私もできますよっていう方は言ってきてください。一人っていうのはやめとくようにしますけど、当時すぐに出してすぐに講師になってるので、アマゾンが上陸してから6ヶ月で本を出し、その後3ヶ月後にスクールというかコンサルタントになってるので、多分キャリア的に私より長い人いないはずなんですけどねなのでそれをずっと活動並行でやってました。なので
コンサルタントなんですけど、電子書籍の方のビジネスコンサルもできる人であります、実は。なので私の生徒さんとかは、時期が来たらですね、レシピ本出したらいいとか、場合によっては、心理の方であればそういったマインド系の本、自己啓発本とか出したらいいとか、本のプロデュースとかも実はできたりします。なのでそういう環境で私教えてたりとかするので、電子書籍を自己ブランディングに使うっていうことに対しては非常にいいなと思っている点がありますので、今日はそのことについてちょっとお話をしていきたいと思います。前置き長くなっちゃってすいません。なぜ私がそれを言えるのかっていう、ちょっと内容を言わないと、なんでこの人そんなこと言っちゃってんのっていう、ちょっと信頼性に欠けてしまうところがあると思ったんで、先にお話をさせていただきました。本日のタイトルにあるようにですね、起業3年したら自己ブランディングって言ってます。3年っていうのが、やっぱり最低、石の上にも3年っていう言葉あるんですけど、キャリアとしてこう一応認められるのが最低3年やってるかなみたいなところが認められるところになると思うので、ただ単に年数だけじゃちょっと困りますね。やっぱ深さがないとダメなので、教室の先生が開催回数がピンからキリまでいらっしゃるのは私よく知ってます。週1しか開催してなくって、月に4回でも教室の先生と名乗っている人もいるし、私もそうでしたけれども、月の教室の稼働日数が22から26稼働させてました、私の場合には。そうするとその頻度から言うと、知識の深さと経験値の深さは全然変わってきちゃうので、一概に3年がすごいかって言われると、もしかしたら教室稼働日数、私例えば3年とかだったとしても、そのレベルで稼働させてると、少なくとも週1の先生よりは4倍から5倍多く教室をやっているわけなので、年数ばかりでは判断することはできないんですけれども、一応体系的な知識を持つとかいうのを一区切りが3年かな。なので3年以上経った先生は、教室とあとご本人のブランディングのために、書籍を出すっていうのは、私は大いにいいことだなっていうふうに思ってるんですね。ではなぜ商業出版ではないのかっていう話は、先ほど言ったようにですね、商業出版っていうのは出版社もその本が売れると思わなければ出版はしてくれないんですね。それは経済的な状態を見ても当然わかると思います。利益をある程度追求、世の中にいい本を出すっていう、もちろんミッションはあるにしても、売れなければ出版社は潰れてしまいますので、売れる本を出す、売れそうな本を出すっていうのが、必要なミッションになります。ということは、その世の中の時流とか時節とか人気度合いとか、本人の著者の力があるかないかとかっていうのが、商業出版においては非常に重要で、そこが通って、しかも企画が通ってうまく合えば出版できるっていう、そういう感じですね。私の場合にはコーディネーターの方にお願いして、企画書も作り添削もしてもらって、30社に提出して3社引き合いがあって、その中の面談して1社に決めたっていう形なので、そもそも出して引き合いがあるのが 50% で、そこから次に決まっていくのがさらに減る 20% 以下とかっていう形で言われてますので、やはり誰か人を使ってもそういう状態なんですね。だから自分で出版社に企画書をあげた場合には通る確率は相当低いということです。そう考えるとですね、電子書籍は手は入らないにしてもですね、自分で出せる、そして自分でプロモーションする必要もあるんですけれども、まずは自分っていう人間、ないしは教室と、どういう思いでそれをやってるのかっていうのを知ってもらうためには、出すことはできるので、とりあえず、しかもKindle で、どういうふうに目に留まり、どういうふうに買ってもらうような表紙を作りっていうところの、戦略的なあれは必要にはなるんですけれども、それを把握した上で本を出すことができると、直接すごく集客にバッと結びつく、バッとくるっていうわけではないんですが、本をきっかけにやはりホームページを見る、本をきっかけに動画を見る、本をきっかけに SNS 周りをこうぐるぐる巡回して、そして申し込みが入るっていう、ちょっと遠巻きな感じにはなるんですけれども、本を読んだ読者の方って結構真剣に読んでくださるので、とても近い、ファンになりやすい属性のお客様がちゃんと本で捕まえることができます。そして、電子書籍に関して言えばですね、 Kindle は今のところ作者がアップロードするっていうことに関しては無料なんですね。ですから
私電子書籍セミナーとかっていうのもやってますけど、製本してアップするっていうところまでお教えするので、それ受講料自体はいりますけれども、一回それを覚えてしまえば何度でも何冊でもアップすることができるので、Amazon の方でそこのサイトに載っていれば検索エンジンとかにも引っかかりやすいんですね。 Amazon っていう信頼のあるサイトのところにそれが載っていますので、だから、継続的に本をずっと出し続けることができると結構ブランディングに役に立つっていうところがあります。私の名前は著者登録とかもしてますので、 Amazon の、Kindle とか、Amazon でいいんですけど、 Amazon 高橋貴子って探せば本が一覧で出てきます。でもちろん商業出版の本も登録してますし、あとは電子書籍も登録していて、電子書籍はコンスタントになるべく出すようにしています。今14冊ぐらいになってるのかな、2013年から始めてですね、5年6年弱かかってそれぐらいの冊数上げてるんですけれども、まず知ってもらうっていう、Amazon のサイトを使って自分の宣伝ができるっていう、非常にこれは大きなことだと思いますね。特に著者ページとか1ページもらえますからね。これ大きいことだと思います。 SEO という検索エンジン最適化、検索エンジン上で探されるっていう意味でも非常にブランディングという意味でもいいものですね。活用事例で言うと、教室集客っていうことであれば、料理の先生とかレシピ本はやはり売れます。私はレシピ本も結構数冊出しているし、自分の趣味で写真集も出したいんで写真集も出してるんですけど、やっぱダウンロード数はレシピ集の方が、そうね、何倍違うかな、10倍以上違います。だから必要とされるものが、やはりダウンロードはされるっていうことになってますね。ビジネス書みたいなやつのライトな文も出してます。教室集客とか開業に関するノウハウを書いた、電子書籍も3冊出してるんですけれども、そちらよりもやっぱりレシピ本の方がダウンロードされやすいですね。ということは、お料理とかの先生とか、あとお花の先生とか、どういうレシピであるっていうのは別としても、写真をいっぱい使った形の本っていうのは電子書籍ならではのいいポイントだし、あと動画を連携できるっていうのがいいですね。電子書籍の場合には作り方を、じゃあこちらを見てください、ピッてやるとそこに飛んで動画で見せることができるので、非常に親切な本を作ることができるなと思います。便利なチラシですね。しかもどんなにダウンロードされても紙がいらないので、オンデマンドで要求されれば配信されるっていう、これがねいいなと思ったんですよね。はい。ですので自分を認知してもらうブランディングのためには、電子書籍もその無料の SNS ツールも悪くはないんですけども、本としてまとまった体系的なものを出していく上ではちょっと格が変わりますので、電子書籍はそういう意味でまずおすすめなのが1点ですね。そこがあります。あとは本って印税儲かるんでしょうっていう話をよく聞きますけれども、いや儲かんないですよ、そんなに。基本的には商業出版もプロモーションのためにお金ほとんど使ってしまうので、印税をがっつり受け取ったっていうことは私もないです。プロモーションというのは、例えばいろいろ雑誌とかに掲載とか新聞広告打ったりとか、そういうのに使っていったりとかしていますのでね、本が人の手に届くことっていうことの方がどちらかっていうと重要なので、そういう使い方をします。で、電子書籍はそれに比べればもちろん印税はいい感じです。特に Kindle に関しては。で、ちゃんとプロモーションして、ちゃんと例えばそうだな、売れる本だなってAmazonが認知してくれると、今月のおすすめ本に選ばれました、エントリーしますかとか、日替わり本に選ばれました、エントリーしますかとか、一時期本が少なかった時代はよく私のところにメールが来てました。多分それ系で5回ぐらいは打診が来てますかね。もちろんそれをするための無料ダウンロードキャンペーンっていうのを自分で頑張ったりとか、プロモーションいろいろ頑張ったりして、そのカテゴリーで1位取っていたりとか、そういうのをやっているせいもあるんですけども、もろもろそういうものがあります。で、じゃあ印税どれぐらいなんですかっていうと、毎月そうですね、1万円弱はそれぐらいの冊数で入り続けているので、年間でだいたい12万から20万くらいは今の私の冊数だと印税が入り続けてます。なので6年くらいやってますので、総印税額はだいたい120万130万くらいかな、
は入ってきてますんで、まあ、スクール代とか、講師養成講座代ぐらいは元取ったなっていうところではありますけれども、はい、そんな感じです。ただ私冊数出してますのでね、あと古くからやってますのでそれになりますけど、皆さんの話聞いてても月にそうですね数千円いけばいいのかな、2000円とか1000円とか、まあでも置いておけば、はい、いいものであればどんどんダウンロードされてお金が入ってきますので、自信がある方だったら十何冊とか出すと月に1万とか2万とかは何もしなくても入ってくる、いわゆる不労所得ですね。それを手に入れることはできると思います。私が思う価値は印税が手に入ることよりも自分を知ってもらうツールとして電子書籍が外に広まっていくっていうことの方が価値があると思ってるので、自己ブランディングっていう意味では電子書籍はぜひチャレンジしていただきたい領域かなというふうに思ってます。あともう一つ私が両方出して分かったこと、商業出版と電子書籍と両方出して分かったことが一つあります。それは、電子書籍でたくさん本を出していると、例えばどういうテーマ、どういう切り口で本を作っていったら売れるのかってリサーチから私教えてるので、そのリサーチ方法ですね、あとはその目次立て小立て高立ての、ロジック構成の作り方ですね、それも当然勉強して作っておりますので、そのベースで、商業出版の方に持っていくわけですよね。そうすると通りやすいです、やっぱ企画が。あと原稿を書いていくときがそれを分かって書いてるので早く書けますね。なので商業出版出したい人ほど私は電子書籍まずは出したらいいと思ってますね。で売れた電子書籍をリライトして商業出版出してもいいと思ってるんですよ。出版社がいやその電子書籍下げてくださいって言ったらすぐに自分で出版停止することできるんで、売れるかどうかを市場に反応を見て、あこれ売れそうって分かったものをデータを持って出版社に企画書としてアプローチするっていうのもいいかなと思ってるので、市場調査をするお試しの形でも電子書籍を出すっていうのは非常にいいことだなっていうふうに思っています。ですのでまとめをすると、電子書籍はブランディングに非常に有効であるということと、お試しというかね、それで市場調査をするっていう形で使うこともできて、でかつ世の中のその時のニーズを知ることができる、ダウンロード数がすごく多いっていうことはそれはすごく皆さんにとって必要な知識なんだなって分かれば、そこから商業出版に結びつけることもできますし、私の知り合いとかはそれがきっかけで出版社が見つけてオファーをくださってるっていうケースもあるので、まずは出さないことには始まらない。なのでブログとか書くのがそんなに嫌でない方はぜひ出版とか特にまあ商業出版の手前の電子書籍も最初にトライしてみていただいたらいいかなと思いますので、ぜひご参考になさってください。それでは。